はい。では今回は社会調査の基礎について行ってみたいと思います。えー、問題84。社会調査の倫理や個人情報保護に関する次の記述のうち最も適切なものを一つ選びなさい、ということで。これは4番ですかね。えー、面接調査の音声データから記録を作成する際、聴者対象者の名前や面接の中で出てきた人名をアルファベット順に記号化したということですね。 次問85横断調査と縦断調査に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさいということで4番出生時期を同じくする集団を調査対象にして複数の時期に調査を行うことは縦断調査に含まれるということですね複数の時期に調査を行うのが縦断調査で一時点で調査を行うのが横断調査と。 いうことになりますので、4番が正解ですかね。はい、次行きましょう。問い86、質問し調査に関する次の記述のうち最も適切なものを一つ選びなさいということで、1番、インターネット調査は時系式であるため調査コストを抑えることができるということですね。 これ、時系式か多形式かを問う問題ですけれども、インターネット調査は時系式だし、調査コストを抑えることができますね。はい、正解ですね。問い87番。調査表の回収後の手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい、ということで。これは5番ですかね。 データ分析をする前にデータに入力の誤り等が含まれていないかを確認するため予備的に集計しチェックする必要があるということですねはいしたら次問題88番事例を読んで集計結果に関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさいということでもう事例では Xday サービスでは本日9名の参加者が来所して交流を行い、心身機能の維持のための活動を行った。参加者は男性が65歳、80,68歳、72歳の3名であり、女性が65歳、65歳、66歳、67歳、70歳、77歳の6名であると。ということで、これ5番が世外になりますかね。えー、参加者全体の年齢の範囲は12であると。 で65からずっと並べてった時に65から77、えー、77から65を引いて12と範囲は12ってことになりますかね。次、問い89。 調査手法を通しての観察法に関する次の技術のうち最も適切なものを一つ選びなさい。ということで、これは2番ですかね。えー、調査者が調査対象とする集団や地域社会に入り込み、人々と活動や生活を共にしながらデータ収集をすることもあると。いうことですね。こともあるっていうことで、非常に表現が柔らかいですよね。次、いきます。 えー、問題90。調査手法としての面接法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。ということで、これは3番ですかね。反構造化面接では質問項目を事前に用意し、いつどの順番で質問を行うかを面接中に調査者が判断するということですね。はい。 反構造化面接とか構造化面接とか非構造化面接って過去問でよく問われてるような問題になるので、えー、注意が必要だなと思ったら、ね、出ました。え反構造化面接では質問項目を事前に用意し、いつどの順番で質問を行うかを面接中に調査者が判断するということになりますね。はい、以上でございます。